鐘が鳴りました。各琴平町の太鼓台、大人先輩方によります、まずは栄町の太鼓台を会場真ん中まで移動させて、そこで中学生だけのかき上げとなります。あ、準備中にちょっと聞いてみようかな。あ、もう動きますね、動きますね。せーのと、西中横瀬朝日町高野部、さまざまなハッピー、それぞれの町内のハッピーを来ました。大人の先輩方の皆さんが栄町の太鼓台を真ん中まで寄せていただきました。さあ差し上がりました。大人の皆さん、大人の皆さんももう何が何でもいいじゃないかの声とともにさ、真ん中まで担いでいただきました。ありがとうございます。さあ、これから中学生による差し上げでございます。え、横瀬の君、それでは中学生のみんな、みんな準備 OK、 みんな入ってください。六若の中学生、もうあの太鼓台もずっと何回も担いだことあるよね。はい、中学生担ぐ気持ちを教えてください。意気込みを。楽しみです。楽しみということです。ちょっと意気込みをかけ、え、指示出す人は誰の、くれぐれもあの安全に気をつけてお願いします。で、まあ、大人の皆さんに聞きますと、大人の皆さんは安全に見守るだけだと。周りで見守ってください。子供の皆さんでということなんですが、え、でもそれって指示出す人は誰？大人の人はもしものために周りで一応、近くについていてください。大人の人が指示を出すんですか？あ、もう行きます、もう行きます。さあ、中学生によるかき上げでございます。大人の皆さん、スピードで、スピードに、琴平中学の皆さんによって声と刺すよ、ソーラー刺した。あ、にまたどんどん3回4回とやっていきます。小さい、ええじゃないかと声が聞こえてまいります。もう一回いきますよ、どんどんいきますよ。ソーラー刺した、ソーラー刺した。さあ、美しく刺し上がりました。生まれた時から調査の血を受け継ぎながら、中学生だけが今太鼓台を担いでおります。どんどん差し上がります。素晴らしい、差し上がりました。まだまだです。体力は一番あります。素晴らしい差し上げ、皆さん大きな拍手を送りください。素晴らしい、おー、やってます。
気あふれる中学生による太鼓台。さあまだまだ続きますか、いけますかね、時間まだ大丈夫ですかね、いい感じでしょうか。さあ大人の皆さんが中学生に指示を、あ、変わりますか。さあここから以上、中学生の皆さんありがとうございました。以上で中学生の皆さんによる太鼓台の掛け合いを終わります。素晴らしい勇姿、そしてこれからの琴平町の、未来を担います太鼓台部二次講習の皆さんでした。大きな拍手をお送りください。